こんにちは、ブルーホースです。今日も心理学楽しく学んでいきましょう。今日はインナーパーソナリティ訓練法というものをやっていきます。インナーパーソナリティってね、パーソナリティって言葉聞いたことあると思うんですけど、シンプルに言うと自分自身の性格のことです。はい。で、これに関して面白い研究があって、どんな研究かっていうと、人の心を読む能力が高まれば自分の幸福度が増すっていうことが言われてるんですよ。はい。で、人の心読めたら、知りたくないことを知ってしまったら、実は陰で悪口言ってたとか、自分のことをよく思ってないとかっていうことが分かって、もうそんなん怖い、知りたくないって、別にそういう話じゃないですよ。独身術を学ぼうっていうことじゃないんですよ。ね、誰が何考えてるかとか、そういうものじゃなくて、共感力高めていきましょうよっていう話なんですね。で、共感力の高さっていうのは、コミュニケーションにおいてはもう超重要なんですよ。ね、共感力を高めるためには、いろんなこと言われてて、相手の話をしっかり聞きましょうとか、相手が何をしてほしいか想像してみましょうとか、いろんな方法っていうのは存在するんですけど、実は、相手のことを知ろうとするだけじゃなくって、自分のことを知るっていうことも一つの方法として存在をしているんですね。で、この研究っていうのは男女を集めてトレーニングを行いました。ね、これは自分の性格をもっと知ろうっていうテーマで話をしていってるんですよ。で、3ヶ月間で次のステップを行います。はい、4つですね。自分の共感力をまずレベル測ってみましょうということが1つ目です。で、中身はどんなことだったのかっていうと、初対面の人が過去の体験をいろいろと話すのを聞いてですね、いや、20代の時はこんなことがあって、30代の時はこんなことがあってっていうのを聞いて、話し手がどんな考えをその当時持っていたのか、今それをどう見ているのかっていうのを、考えてみたりとか、それから何をこの人は私に伝えたくて話しているのかなって、何、過去の栄光を自慢したいのか、過去の失敗をさらけ出してくれてるのかですね。で、その時の感情はどうだったのか、嬉しかった、悲しかった、辛かった、きつかった、といったことを想像してもらいながら聞くというものです。これで共感のレベルを測っていくんですね。で、その上で自分の性格を今度分類しましょうということです。で、これは何かっていうと、自分の持つ複数の性格をリストアップすると、私ただのゲラなんやけどとか、何でも笑う性格なんやけどとか、私めっちゃ凹みやすいんですよってあると思うんですよ。代表的な性格をね、言うとね、例えば優しいとか怒りっぽいとか泣き虫とかで、この性格が間違いないっていうものを選んでいただけたらと思うんですけど、これに関しては複数なので、いくつもいくつも思いつく限り思い浮かべてください。リストアップしてみてください。で、あとでこれは違ったな、でもこういう性格はありそうだなっていう風に修正するのは OK です。で、これなんでかっていうと、例えばですけど、一つの場面が起こった時に、その時々の皆さんのそのね、体力的な面とか精神的な面で怒ったりとかスルーしたりとか、どうぞどうぞって優しくしたりとかっていろいろあると思うんですよ。ね、例えばしんどそうなおばあちゃんがいたとしたら、優しくこう荷物持ってあげましょうかっていう風に言ってあげる場合もあれば、自分が早く帰りたいのに前をトロ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 おばあちゃんが歩いてたとしたら、どけよって思ったりとか、で、同じ場面なのに違う自分が出てくるっていうことなので、複数の性格をリストアップする必要があるということなんですね。で、それから、じゃあそれを高めていくためにどういうことを次にやっていくかというと、2つなんですよ。それが3つ目の1日30分の瞑想なんですね。で、これは自分がどんな考え方を持っているのかっていう客観的に見つめるための瞑想を行ってください。例えばどういうことかっていうと、私は人一倍怒りっぽいなって思ったら、その考えは自分のことなのか、それとも他人のことなのか、で、その考えは過去起こった怒りっぽいっていうことなのか、それと未来起こりえそうな怒りっぽいことなのか、その考え方怒りっぽいっていうことはポジティブなことですか、ネガティブなことですか。で、この瞑想中に考えが浮かぶたびに6つの仕分けを行っていくんですよ。自分のことか他人のことか、過去か未来か、ポジティブかネガティブかっていうね。で、考え方を別にじゃあポジティブだったらこうこうこうで、ネガティブだったらこうこうこうでって、別にそこからさらに枝分かれしてって細分化しようっていうことではなくて、もうただポジティブです、ネガティブですっていう風な形で分類するだけで OK です。はい。
でもう一つのトレーニング方法っていうのは週2時間のインナートーク、まあ、自分の性格について語るっていうことですね、なんですけど、これっていうのはちょっと誰かペアを組む必要がありますね。だから自分一人ではちょっとできないことなんですよ。で一方が話してで一方が聞き手で15分から30分ほど会話をすると、これは同じ人とやっても OK ですし、あの週2時間で、まあ、30分やるとしたら4人選んで4人バラバラの人とこのインナートークをするのも OK です。で話しては自分が分類した性格のどれか一つを選ぶんですよ。優しい自分とか怒りっぽい自分とか泣き虫な自分とかで、その性格をイメージしながら昨日起きた出来事を話すと、例えば僕なんかはまさに今日区役所に用事があったんで出かけてたんですよ。そしたら道に迷ったおばあちゃんが郵便局ってどっちですかっていうふうに言われたんで、あのこう言ってこう言ったですよっていうふうな説明をしてたんですよね。それを怒りムンムンでイライラした雰囲気で、いやもうこっち区役所急いでんのにさ、バーバーが道聞いてきやがってっていうふうな感じで話すのか、いやあのこのちょっとねスマホで地図を見せながら今ここにいますよね、で3本目の信号を右に曲がったら郵便局ありますよって優しく教えたのかって、そういう感じでどのパーソナリティを持って喋るのかっていうのを決めてもらうと。で聞き手っていうのは、じゃあその私が話したその郵便局におばあちゃんを導くっていう話っていうのをどんな性格を持って話してるのかっていうのを予想しながら聞いてみるんですよね。まあ、もうちょっと例えばの話をすると、スーパーに行った際にとある店員がずっとなんか私を見つめてくるんですよ。で怒りっぽい自分が出てたとしたら、なんやねんあいつ、なんか喧嘩っていうのがこっち見つめてきやってなのか、臆病、あなんか変なことしたから、えカゴに物入れてるだけなのになんか万引きって勘違いされてへんとか、ポジティブだったら、ははーん、あの店員俺に惚れたんやなっていうふうに考えているという感じですね。はい。で、まあ、こういったステップを行いながら、もう一つですね、もう一つというか次の話に進めていくと、人の脳っていうのは複数のキャラクターを持っているんですよ。さっき言った通りですね。で、これのことをインナーパーソナリティって実は言うんですよ。ようやくここできたか、インナーパーソナリティって、まあ、シンプルに言うと性格のことなんですけど、それぞれに独自の心を持っているんですよ。で、実験結果より何が言えるかっていうと、人っていうのは平均で11のインナーパーソナリティを持っているんですよ。怒りっぽいとか優しいとか悲しむとか臆病とか不安があるとかっていうね。これが事故を思いついたと。で 44%、まあ、大体 4.8 個くらい、まあ、5個くらいですねはネガティブなことで、6個7個はポジティブなことだったり、ポジティブな自分の性格だったと。で中でも多く登場したパーソナリティは一体どんなことがあったかっていうと、まあ、この5つですね。反抗的な自分とか管理したがる自分と、それからポジティブな自分、批判的な自分、傷つきやすい自分っていうのが出てきたということなんですね。はい。で、インナーパーソナリティっていうのはそもそも把握しておいた方がいいのっていう話なんですよ。自分がどんな性格なのかっていうのを把握しておいた方がいいのっていうことなんですけど、結論言うと3ヶ月実験を続けた結果、全体的にまあ結論先に言うと、インナーパーソナリティは知っておいた方がいいですと。で、それはなんでかっていうと、トレーニングを受けた人っていうのは全体的に共感力アップしたんですね。相手の何考えてるかとか、何が言いたいのかとか、どんな感情なのかっていうのが理解できるようになったと。それから、インナーパーソナリティをより多く分類、だからさっき平均11個って言ったんですけど、それ以上に分類できた人っていうのは、他人の心を読むのが上手くなっていたってことなんですね。それから3つ目に、ネガティブなインナーパーソナリティをより分類できた人に関しては、さらに共感力が高まったと。なぜかっていうと、特に日本人なんか起こりやすいんですけど、やっぱりネガティブな考え方が浮かびやすかったりしますよね。わかるわかるっていうような、そういった共感力が高まったっていうことなんですよ。で、インナーパーソナリティの分類をするのが上手かった人に関しては、幸福度も高まる傾向があったんですね。で、これなんでっていうと、4つあって、自分の様々な性格を理解するんですよね。そうすると、1つの状況、さっきの道案内とかスーパーで見つめられるっていう1つの状況において、別々の性格の視点で見ることができるんですよね。そうすると、ストレスがかかるある1つの状況が起こったとしても、こういう見方さえすれば対処できるよねっていう風に自分が成長していくんですよ。そうするとストレス耐性が身につく、でストレスを感じにくくなるっていうことは幸福度が高まるっていうことなんですよ。で4つの流れが働くから、結局自分自身の性格を理解するっていうことは他人にとっても自分にとっても重要なことですっていうことなんですね。で自分自身でこのじゃあインナーパーソナリティ訓練法を実践する場合は、4つ目のパートナーと一緒にやるっていうのはちょっとね
誰とやるかっていうトークっていうのはお互いの都合を合わせるのがなかなか難しいと思うんですよ。学生さんだったらね、学校で会った時にすぐにパッてできると思うんですよ。社会人だとなかなかそれが難しいと思うんでね。だから少なくとも自分のインナーパーソナリティのリストアップと、それから瞑想っていうのはいつでも一人でもできることなので、ぜひ取り組んでみていただけるといいんじゃないかなと思いますね。相手の強化力が高まっていきますから。で、自分を知ることっていうのがコミュニケーション熟練への近道ですね。だから企業っていうのはこう自己分析で、あなたどんな性格ですかっていうことを聞きたがるんですよね。何ができるかっていう共感を得たいからなんですよ。まあ本当に共感を得るためにやってるかって微妙なところですけどね、うん、まあ そもそもそういう能力がその企業の人事の人たちにあるとはとても思えないんですけどね。はい、まあそれはいいとして、ですんで、まあ、コミュニケーション能力を上げたいなって思う人はこういった心理的アプローチっていうのがありますので、早速ワークに取り組んでみていただけたらと思います。まあ、30分の瞑想をね、取るのが難しいっていう人は5分とか10分で短い時間でいいので、とにかく毎日コツコツ5分10分やるっていうことが大事ですので、ぜひやってみてください。ということで本日の動画以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。セララ、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。